こんにちは、サチオです。今日はあるラケットを仕出していきたいと思います。それがこちらです。じゃん。ワールドラバーマーケットさんで販売されているトライアドというラケットです。アドさん、あれか、うっせぇわの人か。あー、そう、ね、え、もうそれやっぱロゴうっせぇわって書いてあるの。ロゴ確か3万円ぐらいします。おまあ、これ形がね、すごい特徴的じゃないですか。すごいんですよ。なんと11枚合板なんですよね。見ないね。そう、なかなかないよね。あ、来た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 。これですよ、11枚合板です。これね、カット用ラケットってわけじゃないんですけど、まあ、グッチーさんとかも今多分使われてるんですけど、攻撃用のラケットなんですけど、まあ、11枚合板でちょっと重めなんですよ。で、ボール、相手のボールに押されないラケットなんで、ちょっとカットにも多分いいと思うんですよ。はい。なのでそれはちょっと今日レビューしていきたいと思います。貼ってるラバーはね、フォアは95、バックがバーティカル20でございます。せい、おやつ、おやつ。あ、もう打ちやすいよ。そんなにいきますわ。ねえ、マジ押されないわけど、柔らかい、普通に。なんか玉持ちが僕だったら、うん、いい、普通に打ってみるじゃん。いいっすか。え、もうガチでいきます。え、ガチでいい。はい。あ、髪の毛ってさ、これすげえ。ああ、あー、普通に、普通にね。ガチがいいっすよ。サティオさんが普段使ってるラケットだけと似てるんですけど、あら、あれをちょっと弾むようにして。ああ、あ、カットしやすいよ。俺の、俺の、はいはい、もういいラケットでしょ。うん。え、めっちゃいいよこれ。え、ブロックしてみたい。ブロック押されないと思う。カットしよう。はい。うい。いいわ。いい。安定するカット用ラケットってやっぱ弾み抑えられてて、しなって回転かかるみたいなイメージなんやけど、こっちはちょっと硬い。しならない、しならないから押される感じが少なくてコントロールしやすいみたいな。絶妙。割と本当に。ねえ、カット用じゃないから多分その大きくないよ、そんなにブレードがね、うん、なんて言うんだろう、ビヨーンっていっちゃう時がないというか、絶対一回自分で持ってから運んでる感じがすごいある。なるほど。そう、しなるラケットってやっぱりうまくしなりをこうちゃんとコントロールできないと、なんかこうボヨーンっていっちゃいやすかったりするから、うん、それがないのがすごいいいかも。めっちゃいいんだけど普通に。まあでも俺も言うていいなと思った。打球感は、うん、打球感はあでも、ハルキさんいいじゃん。確かに、ね、もう俺、ハルキの顔って、毎球ボール叩くの嫌だもん。かわいそう、あんな可愛いのに。確かに。
やだよ。ですけど、はい。だからもうよしよししてあげて。はい。はいね。打球感はマジで最高です。相手のボールに負けないですし、自分で持って打つ感覚もあるので、うん、カットマンすごいおすすめかもしれないですね。これリアルにいいと思います。はい、これワールドラバーマーケットなんで、購入できると思うので、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。やっ